皆様こんにちは。ゆうたの部屋へようこそ。今日はホテルサンバレーナスオランジェリー2階からお送りしております。はい、今日はですね、7月2日3日に行われる松山ゆうた反目会2016スペシャル、松山ゆうたと素敵な仲間たちのですね、ライブ会場となる、そして宿泊、ホテルになります。ホテルサンバレーナスからお送りしております。というわけで、そのツアーの参加メンバーの一人であります、今日ゲストをお招きしております。はい、ピアニストの沢水智彦くんです。はい、自前で BGM ありがとうございます。はい、この間の5月21のミューズ単独コンサートは、はい、お疲れ様でした。とても楽しんでいただけたようで、よかったです。すごいいいライブになったと思うんですけど、どうでした？大変でしたよ。大変でした。大変でしたよ。はい、準備はね、はい、すごい大変でしたけど、はい、じゃあ当日まで全部大変でしたけど、結果的には、はい、いやいや、もちろん、ね、本番はもちろん自分たちも楽しかったし、まあ皆さんも喜んでもらえたらと思ってますね。はい、まあ、そのメンバー、バンドメンバー5人、はい、3人その人、そして岡村隆史です。岡村です。そしてギター今井秀明、秀ちゃん、そしてハイブリッドドラマ栗原亮太君、この僕含め5人でこのツアーに回っていこうかなと思っております。というわけで今日はちょっといろいろうろうろしますけども、そのツアーのポイントを、ツアーのポイントをこの動画でお伝えしていこうと思いますので、最後までご覧ください。ここが、皆様にお泊まりいただくゲストルーム、フォレストビラでございます。ずっと入っていきますと、まあ、こんな感じになっておりまして、ホテルは夕方到着なんですが、夕方って言ってももう夏だから3時とか全然多分昼間だよね。3時に到着か。うん、そう。そこから自由時間があって、温泉入ってもらったりとか、外にしてもらって、で、夜だね。はい。まあ、ライブの後は、ゲームだったり、写真撮影だったり、普段のコンサートではできないようなことを。何やろう。何やろう、ね。何やりたいですか。あ、そういうの聞いちゃう。バンド、他ね、バンドのメンバーもいるからね。5人いるから何いろんなこと何でもできる。そうですね、いろんなこと何でもできる。5人いますから、ね、フルーツバスケットやります。多すぎるわ。メロンです。逆に何が起きるかわからない。わからないね。ハラハラ感、楽しさ、ワクワク感があります、今回の旅は。はい、千本松牧場、これは2日目、2日目の、アトラクションポイントになります、ね。はい、2日目、ツアーの2日目に来て、遊んでますけども、ちょっと今日は下見に来てます。では、行ってみましょう。よくあるやつ。これ音声入る。よくあるやつ、行ってみましょう。本松牧場。じゃあ急だな、急な振りもなく急だな。はい、編集します。あ、上手。真ん中、はい、何このダースで
ファンミーティングの商品を、撮りたいと思います。いい商品を撮りたいと思います。次はサーミです。なんか良くね。今日お天気がいいですね。まあソフトクリームパーラーにすごい人が並んでますが、今日は食べたいですけども、当日のお楽しみということで僕も我慢したいと思います。俺は食うよ。食べるの？俺は食うよ。俺は食うよ今日。うん、食べる。トモヒコを探せ。取材の後、我慢できなくてカレー南蛮うどん食べに行っちゃいました。意外な形のを買ってきたのアホガード。そう、素材の味とかじゃなくて、そう。ソフトクリームエスプレッソ。ソフトクリームにエスプレッソかけた。俺絶対このあの形をもう今思い浮かべてたんですけど。どうですか。うまい。やばい。当日はじゃあみんなこのうまいアホガード。まあこぼさないしね、手が汚れないという。うまい。コーヒー飲める人、コーヒー飲める人。というわけで、こういったたくさんのスポットを回りながら、ヒラメルカと素敵な4人と一緒に皆さんと楽しい旅をしていきたいと思います。ぜひ4月2日3日ご参加いただきまして、この夏最高の思い出を一緒に作りましょう。来てねー。